ライフォースの池田です。おしゃべりマシンガン福岡の街を熱くするぜ、イエーイ。福岡の未来を盛り上げる。皆さんこんばんは、マシンガン山北です。いつもチャンネルの方をですね見ていただきありがとうございます。今日はですね私一人です。っていうのがですね、今日はプロ野球開幕とかですね、まあそういったね、もういろいろ福岡市の方でも、まあ、桜が満開、プロ野球もですね、もうすぐ開幕っていうところで、開幕にちなんだお話をですね、ちょっとさせていただきたいなと思ってですね、お話しさせていただきます。っていうのが、もうすぐ私もソフトボールの開幕なんですよ。はい。まあどうでもいいかもしれませんけど、まあラジオ感覚で聞いてもらったら、私の顔は見なくてもいいです。ラジオ感覚で聞いてもらったら楽しいです。実はですね、もう私の方も10月にですね、昨年の10月にシーズンが終わってですね、今日現在までずっと自主トレの方をですねしてきまして、まあその集大成ということでですね、もう開幕直前ということでですね、私もこういう動画を撮らせていただいてるんですけど、頑張ったかなって、自分を自分で褒めたいっていうですね、ちょっと言葉を使ったらパクリって思われますんでまあそこはあれなんですけど、まだまだ成長できる、まだまだ可能性はあるっていうところでですね、お話をさせていただきます。実はですね、この続きもですね、まあ第1話第2話でちょっと作らせていただこうと思っておるんですけど、実は昨年の10月にですね、私たちはソフトボールの方で優勝決定戦で負けました。まあそのお話もですね後日お話ししますけど、そこからですね、私はそうですね、10月のシーズンが終わって、そこで打ち上げがあったんかな。でそして1日体を休めて、もうすぐ自主トレに入りました。うん、そこは心を鬼にしました。っていうのが、私自身がですね、最終戦で思うような結果が出せなかった、まあ、そこっていうのもですねあるんですけど、いろんな反省材料を今回考えたところですね、いろいろ反省材料を考えたところ、私はね、今このソフトボールのチーム、2年間在籍させていただきまして、2年間で感じたことがありました。うん、そういったところを含めて、私に何が足りなかったかなっていうところを考えたところですね、もう私はもう努力するしかないと思って、私はもう本当に野球が好きなんだ、もうこのチームで引退してもいいんだっていう覚悟でですね、今シーズンですね望ましていただこうと思っております。もう私が引退って言ったらですね、お前いつや、毎回やって言われるんですけど、ついね先日も友人の方から、今年の意気込みはもう俺はここ数年聞いた中でマジだなっていう風な形で言われたんで、私は野球はやめません。ただガチンコでする野球は多分もうそろそろ限界に来てるのかなっていう風な部分があります。はい。でオフからですね、私が取り組んだこと、まずですね、徹底的に体幹トレーニング、お腹ですね、お腹の体幹、完全にですねそこを徹底的に鍛えました。はい。そして次にですね、私の体のですね軸となるですねバランスっていうところをですね、軸と体幹ですね、この2つをテーマにですね一生懸命ですねやりました。正直苦しかったかな。まあインスタグラムとかですね、フェイスブック、まあ YouTube の方でも私の自主トレの方をですね見た方いらっしゃると思いますけど、本当に動画撮ってる間とかもうガチできつかったです。もう30秒何セットとか、1分間これを耐えなさいとかですね。まあいろいろね、きめ細かく教えてもらったり、まあところどころ妥協した部分もあったりとかですね、まあ動画を撮られてる時はですね、まあスイッチが入ったり、まあ見られてる、観客に見られてるんだっていう気持ちを持ちながらですね、
そうですね、10、11、12、1、2、3ですかね、約半年で体型の方もですね、そうですね、最終シーズンから10キロぐらいは落としたかな。で、筋力とかは上がってるんですよ。で、むしろ体のむくみとか、私の昔の写真を見たら分かると思うんですけど、むくみも取れて肌ツヤも良くなって、栄養管理とかもですねしっかりしてですね、もう本当に、私お酒結構好きだったんですけど、友人の結婚式が12月と3月に2回あったんですけど、それと飲んだのって言ったらもう本当に3回か4回ぐらいですよ。それ以外はほぼアルコール入れてません。むしろ炭酸飲料何を飲んだかって言ったらモンスターエナジーんとかぐらいですかね。眠気覚ましで飲んだかなっていうぐらいですかね。まあそういう風な以外で炭酸を入れたこと全くないです。じゃあ何飲んでるのって言われたら、水かコーヒーかフレッシュジュースかプロテインですかね。はい、まあそういったところで、まあいろいろね、何が話したいのこいつって思われたらですねあれなんですけど、まあ自主トレをした結果ですね、結局何が言いたいかっていうとですね、シーズン始まってみないと分かんないんですけど、私はもう10月からこのねシーズン前にこのお話をするっていうのはもう決めてましたんで、シーズンまでの長期の目標半年間っていうところで身体作りはできたかなと思っております。次は簡単なんですよ。開幕戦に自分がまずチームが勝つ、そこが一番なんですよ。次に自分が最高のコンディションで最高のパフォーマンスが出せるっていう短期の目標が2なんですよ。そこに何がついてくるかっていうと、3、勝利がついてくるっていうところがですね、必ずですね必須ポイントになってくるんですよ。で、今年冷静にですねチームを分析したりとか、自分がどのポジションかとか、自分が何番バッターなのかっていうところを、まあ監督さんはじめですね首脳陣いろんなところと話し合った結果ですね、多分私は今年ですね3番かなと思っております。はい、3番っていうと、お、山北成長したなとか、お、山北が3番とかって言われるかもしれませんけど、その3番を極めてみようかなと思っております。3番に求められるところは何かっていうところもですね含めですね、開幕ですね、私が最高のパフォーマンス、逆に開幕戦がですね、実はねうちのねチームとですね、まあ交流が結構あるチームで、女性のピッチャー、初めて私がソフトボールに入ってきた時のピッチャーなんですよ。今でも覚えてます。セカンドゴロで打ち取られてます。はい、そこのピッチャーのもうイメージができてます。で、2試合目もですね、多分このピッチャーが来るだろうなっていうのがもう頭の中にできておりますので、イメージトレーニングができております。で、体もある程度キレができたりとかですね、まあ、ある程度の部分でもう私はもうできたかなと。ただ今年ですね、もう本当に私がお話をさせていただくと、もうね10月からですね、ね前回もですねイベントをさせていただいたんですけど、有機トレーナーはじめですねたくさんの方からですね支えてもらったっていうですね、やっぱ感謝の気持ちっていうのがですねやっぱあるんですよね。そこで私がですね結果を出さないと、やっぱそのトレーナーさんたちがですね価値が下がるんですよね。そういうプレッシャーもあるんですけど、絶対やれるっていう自信はあります。やればできる、そこがですね私はもう今年の確信に変わっております。はい、もう本当にですね今年に関しては自分のやりたいことをだいぶ削りました。削った中、ここまでトレーニングできて最高のパフォーマンス、逆に言えばここ数年で多分一番の出来じゃないかなっていうのがですね本音です。はい、ここまで宣言してますんで、まあ、定期的にですね、まあ、4月が終わり、5月が終わり、6月が終わりということで、例えば今何打数何安打とかですね、チームの勝率がどうだとかですね、いろいろお話をさせていただきたいなと思ってるんですけど、実はもう今回10月からこの開幕のね前夜なんですけど、こういった形で私がですね無事に自主トレの方が終了したっていうことをですね皆さんに報告したのとですね、
今年は絶対やるんだっていうところをですね、宣言するつもりでですね、こういう動画を撮らさせていただきました。はい、もう本当にラジオ感覚でいいんですよ。僕の顔は見なくていいです。ただ今年それだけ気持ちが入ってて、必ず今福岡は桜が見頃です。満開です。僕のつぼみはまだこれですけど、開幕戦で満開させます。それだけの気持ちを持ってやっていきますんで、今後マシンガン山北の野球人生最終章かな、こうご期待ください。よろしくお願いします。今日もチャンネルの方をですね、見ていただきましてありがとうございました。アウトゴーイング、おしゃべりマシンガン、山北アトレ。I'll be back.